ドームです。早や新曲緊張して鳥肌立ったよ。鳥肌立った。私も緊張する、緊張する。最終的に応援歌になればいいな、うん、ね、シングルって暗い曲が1曲もないから、うん、なんか曲調がポップだからこそちょっと暗めの歌詞とかでもありかなと思ったんですけど、その王道恋愛ソングだから恋愛の歌かそれか応援ソング、みんなが言ってたようになんかアイドルの応援ソングでもいいなって思いました。やっぱ応援とお客さん目線が多いかな、うん、汗なんだ君とな、私は君となら、しか聞こえなくて分かる、雨があったとか僕の視線の先とか、前からと名前どっちか言いたいなって思ってた。めっちゃ分かる。比喩で入れたら、うん、そう、あ、メンバーの比喩みたいな感じ、うん、メンバーの特徴とかめちゃくちゃ書いたから、うん、そうね、うん、そこの共通点、うん、見る景色ってやつとっていうの、もうステージってもうなんかさ、なんか応援歌とかにしたいからなんかステージとかって入れちゃってたり、ただすれ違った時のその人の香りとか、うん、ああ、うん、いいね、たんまい、そう、夢とかも入れたいし、うん、それを踏まえた上で、あれよね、テーマを絞りたいよね。
メンバー全員で作詞しました。メンバーの色や雰囲気、笑顔になれる魔法をたくさん散りばめています。この曲が皆様にとっての宝物になりますように。普段私たちが応援してもらっている側なので、今度は私たちが皆さんを応援できるような、そんな曲を作りたいと思ってみんなで考えました。皆さんそれぞれの状況に当てはめて聴いていただけると嬉しいです。どんなに辛く困難な道でも、一人じゃない、勇気を出して一歩踏み出せば必ず明るい未来が待っているというメッセージが込められた応援ソングになっています。メンバーの個人の名前だったり色だったり好きな言葉を入れて、シンギルだから歌えるシンギルらしい曲にしました。そしてね、前向きな曲になっているので、元気ない時とか落ち込んだ時に聴いて元気を出してほしい、そんな曲になっています。振りをつけて踊ってみて歌って、一回一回やるごとに好きになる曲だし、思いが強くなる曲だなと思ってます。そしてドールさんも一緒にこの曲を大切にしてほしいです。